はい、株式会社スピーチジャパンの三橋です。メルマガの方にも書きましたけれども、先週末はですね、土曜日にメディアに取材される方法、非常に大盛況で、30人、一気に満員になったですね、セミナーだったんですけど、千葉テレビさん主催の、主催というか、共催ですね、スピーチジャパンと千葉テレビさんが共催でセミナーを行いました。非常に盛り上がりました。しかも非常に珍しいんですけれども、懇親会に9割の方ですから、25人プラススタッフです。本当にまた30名ぐらいの盛り上がりで、メディアに取材される方法の懇親会も終わりまして、またね、年明けにやりましょうということを言ってね、千葉テレビさんとは別れたんですけれども、楽しみにしていただきたいなと思います。で、もう一つ日曜日ですね、セミナー講師 100% デビュー講座の、関西一期生の第3回を行ってきたんですけれども、こちらですね、また濃いメンバーが毎度集まってるんですけれども、非常にこれも盛り上がりました。で、メルマガの方にも書きましたけれども、関東では今5期生が、次回が最終回で終わります。で、新たに6期生をですね、12月の中旬スタートで始めていきます。12月から来年の2月ぐらいにわたった3ヶ月の講座になるんですけれども、セミナー講師 100% デビュー講座の6期生募集をスタートするということです。で、このね、6期生に参加するにはですね、必ず入門編あるいは説明会と呼んでるんですが、に、ご参加いただくことになっておりまして、こちらのですね、日程を明日発表させていただくという形です。10月の終わり、それから11月の頭にですね、合計3回、開催することにしておりますので、講師に、ね、なりたいなと、それからセミナーを使って自分のビジネスを拡大したいと思われている方は、ぜひご参加いただきたいと思っております。でですね、今回のテーマなんですけれども、そのセミナー講師というのは一体どんな人がなるのか、というですね、お話なんですが、過去ですね、この関東が5期生まで、そして関西が1期生で、どんな方がご受講いただいているのかという、ちょっとざっとですね、まず職業的に言うとですね、一番やっぱり多いのは、大体全体、今までご卒業された方も含めると50人ぐらいいらっしゃるんですけれども、3割ぐらいですから、15人ぐらいはですね、いわゆる私業の方ですね。税理士さん、社労士さん、弁護士さん、公認会計士さん、弁理士さん、などなど、なんとか士と呼ばれるね、中小企業診断士さんとか、そういった方々はやっぱりセミナーがね、できた方が、非常に自分のビジネスのね、売り上げに拡大に貢献するというツールになりますんで、やっぱりこうセミナーができた方がいいということです。で、次に多いのは、コーチングの方、あるいは、丸々コンサルタントの方、それからセラピストの方、今回のね、関東の5期生の方の中にも、セラピストさんとか、心理学のカウンセラーさんとかがいらっしゃいます。こういう方々も、ご自身のノウハウをセミナー化して、集客をして、そしてご自身のね、顧問契約とかビジネスにつなげていくというようなビジネスモデルも構築できます。その他ですね、不動産会社の経営者さん、それから、上場企業のね、課長さんとか部長さんクラスの、もう企業に勤めてらっしゃる、いわゆるサラリーマンの方、がいらっしゃったりとか、あとは美容系のね、お医者様がいたりとか、整体師、あるいは整骨院のようなサロン経営者さんもいらっしゃいます。で、変わったところで言いますとね、マジシャンの方がいらっしゃったり、4期生の中には、書家さんですね、書道やられる方、それから過去料理研究家の方、そして広告代理店の経営者さんというね、本当に様々いらっしゃると思うんですけれども、何かね、ご自身プロフェッショナル領域を持っていらっしゃって、それをね、セミナー化することによって、レバレッジがかかるというような、そういった職業の方が、ご参加いただいてます。で、究極言うとですね、実は主婦の方も過去お一人いらっしゃいます。で、ずっとね、自分一回お仕事をやってたんだけれども、一度ご結婚を機に辞められて、でもまたね、講師業ということで食べていきたいということでね、ご参加いただきました。そういった方々、本当に幅広いんですけれども、今言ったようなね、ご職業の方、ということで、ぜひね、今回、私SBM っていうね、セミナー講師、のね、ビジネスモデルのプロジェクトをオンラインの方の動画でやっておりますけれども、これのオフライン版ですね。私と対面して、ただ少人数になってしまうので、最大でもおそらく15人ぐらいがマックスなんですけれども、そういったね、かなり密着型で、朝から晩まで、もう本当に一つのね、会議室にこもって、ワークをやって、僕に提出をして、またチェックをして、で、また発表して、みたいな。そういうふうに密着型で少人数でやるというメリットがありますんで、今回ね、この講師養成講座、6期生と
いうことになりましたので、興味ある方はね、ぜひ、明日のメルマガはチェックしてほしいなと思います。で、今週一週間ですね、動画で、セミナー講師というビジネスモデルですね、改めて、何がいいのか、そして、どういう方に非常に向いているのか、いう形をお話していこうと思います。今日はですね、職業的にどんなご職業の方が多いのかというお話をさせていただきました。ということで、以上になります。